皆さんここにあのなんかずらっとスプレー缶が並んでおりますね接点洗浄剤とかこれは、えっと、ポイントクリーナーとかえ接点復活王とかえ端子クリーンあとこれはケイケイブさんのえ接点クリーナースペアキットとかですねお値段が写っちゃってますね1228円とかあと ここにあの接点工場クリーナーアコースティックリバイブさんとかですねえこれもう今僕がもう今もう一押しでもう,もうこれに落ち着いてしまったえクリプトンというメーカーのものえこれも実は同じものなんですでえちょっとあのもう笑おをもすがる気持ちでちょっとこれまで手を出してしまいましたえアンダンテ・ラルコ接点クリーナー拡張安定剤 トランスミュージックデバイスとなんかポリマーとかですねあなたのオーディオを覚醒させると、まあ、そういったあのことにもちょっと自分つ、えー、られてしまってですね、えー、まあこの接点と、まあ、オーディオでいうとまあいろんなプラグの差し込み電源の差し込み、えー、そういったところの接点をですね、まあ、いかに綺麗にして安定させて、えー 同通性をしっかりと確保するかといったためにこんだけ僕あの今までこ,もうこれも結構散在した方でありますいろんなものを試しているところでありますまあ落ち着いたっていうものは落ち着いたんですけども、はい、まあ,あの特にあのオーディオで、まあ、接触、まあ、接点ですね、えーまあ、そういったのと,ところでまああの、まあ、常日頃 軽くあの、ウエス、ウエスとかなんか柔らかいもので、まあ拭いて、また差し込みすれば大丈夫だとは思うんですけども、これ僕真空管なんですよ。この真空管の差し込みですね。えー、ここの部分の接触不良って、実はすごいノイズを発生したり、 あのハム音っていったのブーンという音がしてみたりあのそれもあの左右から出るんではなくて厄介にもこのどちらかの真空管のソケットの,あの、まあ、接触不良が出ると、まあ、左側のスピーカーからか、まあ、右側のスピーカーからかどちらかか変あのノイズがしたりするんですね。でこれさすがに真空管っていうところのソケットの接触不良って っ僕いうとちりなのでこれの中の内部構造で僕なんかシールドのやり方とかあとこれあの、まあ、一点アースであの僕これ回路構成してるんですけどもその各部のアースの接触不良ハンダで仕上げるんですけど下手なハンダでや,りもやるもんですからハンダにちょっと僕不備があったりとかしてノイズが出るんだろうかなって、まあ、そんなことをして、まあ、たまたま真空管抜き差しした瞬間に音が変わったんですね。 もしかしかてこの差し込みの部分の、まあえー、接触不良による、まあえー、ハム音とかちょっと音が汚くなるとか、えー、そういったことなのかなっていうところでこの接触不良っていうのをなんかケミカルの力、えー、あとはこのようなものを使ってですね、まあ、なんとか安定化させたいと、えー、そういったところから、まあ、こういったものにこの僕がもうあの泥沼の中に入っていくわけです。 まああの真空管って言いますとそうですねあの僕の場合は真空管のまあノイズ対策接触不良対策といったところですまあ真空管と言いますとあ皆さんモトローラっていうメーカー知ってますかモトローラなんか通信機器今アメリカでの通信機器のメーカーですねモトローラって今モトローラっていう会社どううなってんでしょえこのモトローラっていう会社も実はめっちゃ古いメーカーで真空管あるんですね。 はいえー、この部分ですこの部分とあのアンプとの差し込みの、えー、部分の接触不良、えー、これ一つで、まあ、アンプのノイズの出方が変わります、えー、そこをです、ねまあ、しっかりと、えー、接触、えー、不良を、まあ、抑えてです、ねまあ、長期安定化で、えーまあ、させたいと。 いいう思いとまたあのこれ真空管ですからこれ結構発熱すするんですねまた熱にも強い、えー、そういった、まあえー、接点、まあ、クリーナーとか接点解熱剤、えー、接点改善剤とかですね工場剤とかそういったものをこう僕は探し求めるわけです。えー、っとあとまた材質そうですねあの接点洗浄剤ものによってはですね プラスチックを溶かしたりすするんですね、えー、これは大丈夫とは言いつつも、えー、これ実はアクリル関係まあ一応ここにプラスチックゴムなどを犯しませんってありますがアクリルは要注意そうですねもうオーディオの機材で、まあ、後ろの接点、まあ、差し込みの部分でどんな材質を使ってるかっていうのもちょっと不安でちょっとあのこれ実は封をただ持ってるだけなんです。 まあ使うってなると綿棒につけてその綿棒でまあ汚れを取る、まあ、そういった使い方がいいのかなって思いますでこれは、えー、これはねちょっと車で使ったりとかしてますんで車でもあのコネクターの部分にこれ吹きかけるとコネクター割れる可能性があるのでこれもあの綿棒を使ったりとかですね、えー、まあそういった感じでもうこれもいつ買ったかわかんないですけどもうここあんまり出番がないんですねはいえー、これえー、っと まあ、ポットやプラグなどと、これ、結構大電流流せるやつですね。あと、ガリやノイズを抑えます。これ、あの、えっと、これはね、えー、これ、あの、ギターされてる方、ギターアンプとか、エレキギターとか、えー、そういった、あ 部分でちょっとこれ結構あの扱われてるようであしかもこれ楽器店に置いてるっていうんであれば信頼性が高いなということで、まあ、これちょこちょこあとはそうですね、えーまあ、真空管のためにということで当時、えー、こういったものがまあ 発売されてたんですね。これも一応メイドインジャパン。えー、まあ、接点プロということで、えー、これはどこ浜田ラボラトリーっていうところですね。えー、ここにカーボンダイアトニックというもので、これあの俗にはカーボン、ナノカーボンダイヤモンドって言われるやつですね。 これもあの使い切っちゃいました。これはほとんど真空管用に使ってるやつですね。こマニキュアの瓶のような、こんな感じ黒いやつですね。はい、これで、えっと、お値段が、えっと、5cc で、これ1万いくらですね。はい、で、えー、これの後釜として、えー、今、これが、あの、真空管用に結構僕使ったり、または、あの、微弱信号が流れる、あの、アノログレコードのカートリッジの部分とか、 こここういっったところにこれを使ってます、はいえー、こういうい感じのものもです、まあゴム類天然ブチル、えー、ブタジエンなどは膨張させる場合がありますということでこれもあの取り扱い非常に、えーえー、注意しないといけないものなんですが、まあ、あの金属部分の接触あの部分ここはの真空化のソケットなんかにはもう僕これずっと愛用してます。 これもあのぬえごく薄く塗布するということなんですが、えー、まあ薄くまあ,あの塗り伸ばして使ってみたりあのちょっとね少しねちょっとこう液体をちょっとだけ残した状態であえてそのままさし差し込んでみたりとかまあそんないろんなそういった使い方を僕やってます、えー、ここにあの接点プロには接点ナンバーワン、えー、CI これ CI S100 の8倍のカーボン粒子が含まれていますということで、えっと、おそらく恒例の後釜だと思うんですけど、はい、これはあのクリ日本のクリプトンさんというところから出て,出てますね、えー。あらゆる金属プラスチックを侵しませんってスコアランオイルが、えー、極皮膜を形成し酸化を防止しますという、まあ、こういったのものこれ5000円前後でしょうか。 今これが僕の実はオーディオの主流になっていますただこれ黒黒いのでこれと同じように黒い液体なんです、えーまあ、あの拭き取って拭き取れば大丈夫なんですけど、まあ、そういった使い方をしてますで次に、まあ、ちょっとこういうものがあのアコースティックリバイブさんから販売されたということでこれもあの、えっと、これも、えー、これ販売してないのかな今新しい新しいあの接点 の工場剤っててややつつが多分売られれるとこれ古いやつです今これ確か黒い黒いカンカンになってたような気がしますこれもあの実はこれは洗浄剤としても使ってましたね洗浄用として使ってましたまあいろんな接点えー、復活接点の手入れとしていろんなものを使ってきましてでえー、まあこういったものがまた後から出てくるんですね うん、まあこれでまあだいたい僕満足してるのにも関わらずまあ、こういったものが出てきましたえアンダンテラルゴというメーカーですねなんかもうアクセサリーを2018年まあ、ちょっと古いんですけどもグランプリ取った商品であります、はい、まあこれまあ、ちょっとこれ試してみようかなっていうことでえこれはねお値段いくらしたかな えー、こ,のこれちょっと何種類か大きさがあるんですけど10ミリリットルでこれこれも2万円ぐらいしたんじゃなかったかなはい接点のためにそんなにお金かけるのいやお金かけるのっていうよりももう一度この真空管からノイズが出てしまってもうスピーカーからブーンと音がしてしまったらどれだけ僕の,あの心臓を痛めつけられたかもうほんとに挫折しそうなぐらい。 もう原因究明、あともう何が悪いのかって、本当にね、もう原因を一つ一つ潰していって、最終的にはもう接点までもうしっかりと見直すというために、もうどれだけ僕は国空の策を、またどれだけ僕が投資してきたかっていう、そういったあの内容、まあ、一柱として見ていただければと思います。はいえー、この中で一番高かった、えー、接点。 えー、安安定定剤、安定剤拡張というちょっと中身見てみましょうかまあ僕別にキムワイプ持ってますのであとねこんな綿棒まで入ってくるんですねあちょっとサンプルですけども赤ちゃん綿棒とか、えー、これもこれももっともっと細いやつあこれはね本当真空化のソケットをするのにこれは重宝しましたね これちょっと何本か使いました。これはあの普通のあの耳掃除。これこれよく取れますよね。これ市販で売ってますよね。こういう。これの黒いやつも売ってますよね。はい、えー、っとこれが半分折りのサンプルって何だろう。あこういったあの半,半分折って、まああの使うような感じなんですよね。まあ2本。まあ、こういった。 ま、ものが、えー、入ってました。はい。そして、えー、本命の、これが磨くための、えー、接点の部分の汚れを落としたり、あのひ、あの、接点の表面を、まあ、ピカピカに磨くためのポリッシュ。まあ、ピカールのようなもの、コンパウンドのようなものなんでしょうかね。はい。これちょっと僕使ってません。これ別の方法で僕磨いたので、これちょっと実は出番がなかったんです。はい。えー、本命のポリマー。 これが、えー、まあ、接点の、まあ、拡張安定剤と、もうこれがあのメインの液剤になります。でもうほとんど僕これ、もう使い切りに、もう使い切っちゃいましたね。はい、えー、まあ、真空管の他にも、こういったあの各機材のケーブルの、えー、差し込み、あと電源ケーブルの差し込み、コンセントの差し込み、もありとあらゆる、えー、まあ、 設定の部分にですねこれをまあこれあのもうオーディオをやられてる方だったらまあ、えー、もう早速愛用されてずっと愛用されてる方もいらっしゃるとは思いますがあのこれ僕個人的にせっかちな人は <laughs> ち,ょちょっとこれあれかなって、まあ、確かに非常に丁寧に 仕上げていく接点かいあの接点、えー、まあ、復活剤というか改善剤のようなものです。まあ、用途的にはこういったあのスピーカー端子の部分とかあとまあこういったあの、えー、スピーカーケーブルのバナナプラグとかまあ、こういったところですね。あとヘッドホンこれなんか結構重要な部分じゃないでしょうか。ここをきれいに仕上げるだけでも。 またヘッドホンってもともと直接耳に音が入ってきますから非常にシビアにこれ感じられるんではないかと思います。で、えー、あとはあの、まあ、ここに LAN ケーブルですね。LAN ケーブル、あと USB、こういった HDMI、映像ケーブルですね。特にあの、まあ、インターネット、またあのネットワーク プレイヤーなんかで音楽を再生されてる方、もちろんケーブルにもこだわってると思いますが、ここの差し込みの接点、あと USB、ここの接点、あとはあのホームシアターなんかを構築されてる方なんかもより一層鮮明な高画質をあの望,望みたい、また安定した映像を常に、まあ、見たいといった方にもこれ、こういったところにも使えると、あとはもうこんな えーまあ、カートリッジレコードのカートリッジですね、はいえーまあ、これがレコードのそうですカートリッジユニバーサルトーンアームのこのカートリッジの脱着部分ですね、はい、まあいろいろとあとこれ電源ケーブルですもちろんあの壁のコンセント側にも、えー、もちろんあのこのように、えーまあ、施工することによって安定した設定をまあ維持できると。 いったところであります。これはちょっと 2, 2種類あるんですけど、僕が買ったのはちょっとお値段の、これもっと値段したのかなこれちょっと、あの、TMD10 と、ちょっと少なめのお値段。あ、すいません。お値段映っちゃいました。あ、1万6000。これ税別なんで、税込みで僕1万、もう2万円で移りかけた感じですね。はい。まあ、こういうものが、 オオーディオやっっててるとこういったものに出くわしてしま,いま,す、はい、まああのここにね、えーまあ、これの使い方みたいなものがありますが、はいえー、まずポリッシュ接点磨き、えーまあ、綿棒とかキムワイプを使ってですね、えーまあ、接触部分の金属部分これをきれいにまあ磨いてくださいと、えーまあえー、まずこれで処理をしましょうで次に、えー これです。白い液体ですねはいこれですえこれでえ、ま、少量綿棒に浸し,たし端子の金属部分にのみ塗布します、まあ、過剰に塗布すると故障の原因となりますのでご注意くださいここです10分経過したら綿棒やキムワイプで入念に拭き取り完了これ待てるか待てないかです、はい、え塗った後、とじぼーっとしてないといけないです何かやりながら10分というふうにいいかもしれませんね でえすぐに機器の使用が可能ですと。で、えまあ、この,の TMD っていうんですね、これね、これのこと TMD っていうんですけども、トランスミュージックデバイス。えこの効果が十分に発揮されるまでは通常で約1日を要しますえ。電源ケーブル、電源入力端子、タップ等は最短でも2日を要します。ということで、まあ一度差し込んでしまったらそのまま放置プレイでまあ、あのいいと思います。ただし えーまあ、一度の塗布でも大きな効果を得られますが30か60分後に再,再塗布をすることでその効果をより一層高めることが、はい、僕これやりました、はい、1時間ほど置いてですねまたもう一度塗って10分待って拭き上げるとそういったことをいたしましたで、まあ、あの機器のポテンシャルを最大に保つためにはポリーマーによる3から6ヶ月後の定期メンテナンス、はい、これもあの、まあ、やってるうちに、まあ たで一度あの買ってしまって設置してコンセント差し込んでプラグを差して、はい、CD でも何でも再生ボタンを押してボリューム上げて音楽聴いてればいいそういったオーディオの世界だと思うんですが。 <laughs> このようなものがあるんであれば <laughs> その通りにやってしまうとですねなくなりましたこれまた買うのって <laughs> もう買う、えー、僕はもうもうこれだって分かったのでちょっとこれもう買うことはもうないですちょっとこれやっぱ高い、うん、高いんですとねこういったあコインタの感じの、えー、まあ、えー、ま機材の裏側の写真までありますがちなみにこれエステリックの機材です エステリックの機材がここに乗っかってましたね。はい、僕もあのエステリック愛好し、愛好家です。はいまあ、こういったあの接点。に関して、まあ僕の今までやってきたことまあ、多分参考にはならないと思いますが、まあ、試してみたいというのであれば、僕これちょっとえらお金高いんですけど、なんかまあボーナスが出たり。 な,な,なんかでちょっとあぶく銭が出たなどうしようかなって思った時これネットで買うともうちょっとお値段安いと思いますけどまあ,あのこういったものでしっかりとオーディオの裏側の配線電源プラグ、まあ、接触そういったものを一度の仕上げてみるっていうのもあの精神的に いいんではないいかと思いますす精神論です、はい、でまあ結局今僕が何を愛用してるかって言うともうこれが一番僕にとってはコスパがいいのかなっていうところです。これはまあお値段がまあ5000円前後えというところででこれまあ,あのほんとごく少量しか使わないのでまあ、6,000円っていいますけどもこれちょっと安い時は5,000円ぐらいで買えます。はい まあ、そういったところで、まあ、一番僕がもともと懸案事項であったこの真空管のソケットの部分の接触不良による、えーまあ、音の歪みノイズもうてっきり真空管の寿命かと思ったらそうではなかっただから実際にあの真空管の寿命というものも僕は何回もて経験しておりますのでそれはもうあの左右抜き差ししてもやはり死んでる球は死んでる玉 でまた接触不良を起こしてるんであれば左右抜き差すると「あれ音がいきなり良くなった」「ノイズが消えた」なんて言った時はもうこう真空管のソケットのまず接触不良接触接点の汚れ、まあ、酸化皮膜と,とかそういったものが発生したりとかして接触性能,、まあ、性能が落ちてる、まあ、そういったところをしっかりと磨き上げながらなおかつその酸化皮膜を まあ未然にまあ抑え込むといったところで僕はこういったえこういったいろいろなものでえ今日までオーディオとのまあ接,し接点接点との戦いをえやってきましたあとまあこういったあの便利な便利なあのえこれこういったあの便利なあの磨くためのツールツールなんかもありますし えー、まあ例えばこの RCA 端子であればこうやってこう磨いてみたりですねあとこちら側はこちらをこう刺してちょっと硬いなよいしょこうやって結構きっちりと作られてるんで結構ねピカピカになったりするんですねでその後にまあ僕はこ今今これ これを僕は愛用してます。ずっと変える。真空管にもこれ、愛用してます。はい。もう、ほんと、これのおかげで真空管からのノイズがもうほんと、ほとんど聞き取れない。えー ちちっちゃなあのバルブノイズといいう耳に心地よいこれもツイーターのしかもこのスーパーツイーターに耳を近づけないと聞き取れないといったところまで、えー、このアンプのノイズ対策僕は進めてきまして、まあ、一点集中なんですけども,もうこのアンプはもうずっと常にこの1台のために延々と、えーまあ、あのない知恵を絞りながらですねこのノイズとの戦い。 えーまあ、音質向上というのは僕ノイズだと思ってますんでもういかにこの真空管からノイズを消し去るか、はい、ここにもう僕はもうすべてを投入してもうずっと育て上げている最中の真空管のアンプでありますがそのためにはこんなことまでやってし,して、えー、いるといった、まあ、僕の苦労話と。 あと僕のまあもういつもあの何だろうこのノイズでもう僕心臓がドキ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 するもうそれもですねもうなんとか収まってきて、えー、まあ長生きのためにはこういうこともしないといけないのかなといったところであります。はい、あとねもうこういったあのこれは、えーまあ、端子クリーンっていう、まあ、これもあの僕まあわ藁をもつ掴むような思いで。 えっと、これがあの、コンセント用ですね。はい。まあ、こういったあの、いろんな各種、えー、いろんなプラグの部分のこう清掃に使われたり、えーそ、こういったものがこう、結構、えー、あったりしてですね。これはちょっと、すべてのものを、一回こういうもので、綺麗に、綺麗に磨いて、そして、まあ、こういったもの、または、えー、まあ、こういったもの。 えー、これはちょっと僕あんまりオーディオではあんまり使わないやつなんですけども、うん、これもあの、えっと、一応プラスチックやゴムなどはおかしませんって書いてますがアクリルは要注意とか書いててですねちょっと樹脂系にかかるとちょっと不安だなというところでこれちょっとあのまあこれはもう大体車関係とかあのまたちょっと違うところで僕はこれ使ってるんですけどもたまにあの あの洗浄する時にはあの綿棒につけてですねそしてその綿棒で、まあ、きれいに磨き上げた後えこのようなもので、まあ、仕上げたりとかして、えーまあ、このオーディオシステムの、まあ、接触抵抗極限まで、えー、減らしてそして、まあ、再生音を、まあ、楽しむ、まあ、そういったことを、まあ、日々やってきて おります、まあ、参考になるかならないかわかりませんが、まあ、あのこれもあの、まあ、ハイエンドオーディオまたはあのもうめっちゃオーディオにこだわってしまってすごい方もいらっしゃるとは思いますがそういうういい人たたちはまま違うノウハウハもあると思います、えー、そしてあのまあちょっとああのまあ、特にオーディオに興味はないんだけどもまあ音楽でねちょっともうちょっとなんかなんかきれい,きれいなきれいにって言うもうちょっとなんかいい音で聞きたいなって。 って思う方は、まあ、ここまでのお金は出さなくてもいいんですけどもあのただ接点を本当に綿棒で磨くだけでも随分違うと思いますしまあちょっとちょっと懐がいいなと思えばいろいろと接点を、まあ、改善したりするものとか、まあ、別にオーディオ用にこだわるということもないとは思うんですけどもしっかりとこれの取り扱いさえしっかりと理解した上でまあ あの手入れしてあげるともしかしたら「なんだ今までこんな音聞いてたのかい?」「いやー今までの時間すごい無駄にしたな」なんていう方ももしかしたらいるかもしれませんね。はいえー、僕はあの真空管のノイズ対策のために、えー、ここまで手を出してしまった接点改,改良、えー、接点復活、えー、接点のおまあ まあメンテナンス、えこういったところをですね、えー、ただ無駄に紹介してみました。はい、もうさつあの皆さんに紹介するにもうバラバラになってしまいました。はい、まあいつも僕のオーディオっていうのは実験工房のような感じでもうぐちゃぐちゃです。はい、でも出てくる音は常に、えー、もう気合を入れて追求しております。それではまた。えー